それではここからは第 2.2 節テキストの 2.2 節の多項式の表現に入ります。まず 2.2.1 項で多項式の表現と加算ということで、テキストは17ページから説明を始めます。で、多項式の表現なんですけれども、数学類の人はですね、多分昨年度の代数入門の授業で、こういった内容を扱ったかと思いますので、適宜復習がてら聞いてください。ここではその R を可換換としまして、R の XYZ っていうのを、変数 XY から Z を持つ R 上の多項式全体の集合とします。で、この多項式全体の集合には自然に還元乗除が定義されまして、これは可換換をなすということも多分去年授業で聞いた人はいるかと思います。で、一般に多変数の多項式換はこのような形を表しますけれども、当面はこの授業では変数を x の1変数としまして、それから係数は整数間 z ということにします。で、次に、その多項式を扱う上で、そのいくつか言葉を定義しておきますが、ここはちょっとテキストと異なる言葉を使いをしております。スライドの方で使っている部分も、授業で使っている部分がありまして、一応、こちらは計算機代数で標準的な言葉にしておりますので、こちらを使います。言葉としては指向主係数次数モニックっていうんですけれども、まず1変数の多項式 AX が与えられたときにですね、こういう形ですね、ANXN 乗プラス点点点プラス A1X プラス A0 という形で、AN が0ではないという場合を考えます。で、この時にこの、次数最大の項ですね、ANXN 乗というのをこの AX の指向と言いまして、英語ですと、The Leading Term と言いますけれども、この記号としてはこのダイリーディングタームの略で LT の AX というふうに書きます。次にこのリーディングターム ANXN 上の係数ですね、 AN の部分を AX の周係数と呼びます。英語ですとダイリーディングコエフィシェントになりますから、この英語の頭文字を取って LCAX というふうに書きます。で、あと、この ANXN 上の N の部分は、これは皆さんよく知っていると思いますけども、AX の次数ですね。英語ではデグリーですので、記号はこのデグの AX というふうに書きます。で、最後に AX がモニックっていう言葉を定義しておきますけれども、AX がモニックであるとは、この AX の主係数が1ですね。1に等しい。すなわち、この次数が最大の係数が1に等しいことを言います。で、以上の言葉を踏まえて、一変数多項式の表現なんですけれども、まず、この授業ではですね、この AX として、このような多項式が与えられたときに、これを、その A0 から AN までの係数を、関門をつけて並べて、丸括弧で囲ったもので、この多項式を表します。ですので、この授業では一応、アルゴリズムなんかでこの多項式を扱うときには、このような、記号、記法で扱いますので、今後注意しておいてください。ということで、まず一変数多項式の記法を踏まえて、今度はその加算、一変数多項式の加算ですね、を考えます。x と bx をともに、k 次の一変数多項式とするときに、この ax と bx の和ですね、和となるこの cx を求めましょうと。こういう計算を考えます。で、多分皆さんにとってはほぼ自明かと思いますけれども、これをアルゴリズムで書くとですね、このような形にで書くことができます。と、アルゴリズムとして一変数多項式の加算と書きまして、で、入力は AX と BX ですね。で、出力はその CX で、これは AX と BX の和ですよということを言っています。で、やるべきことは何かというと、その AX と BX の各項の係数ですね。だから第 i 次の項の係数の和を CX の i 次の項の係数にしましょうということで、ステップの1にありますように、これ i を0から k まで動かして、AI プラス BI を CI に代入しなさいと。で、こうしますと、この、
多項式、出力の多項式 C の i 次の係数ができるというわけで、最後はこのような形で C0 から CK まで並べた形で CX を返しましょうと。返して終わりになります。で、まあ、これが、まあ、一番単純な形のその多項式の加算のアルゴリズムでして、まあ、注意点としましては、その今述べたアルゴリズムはですね、入力の多項式の次数がどちらも K 次で等しいという状況を想定しておりましたけれども、例えば、より一般の場合ですと、この A と B の次数が異なる場合があるわけですね。まあ、そういう場合には、今のアルゴリズムは若干修正する、もしくは拡張する必要があるという点に注意してください。でもう一点の注意点としましては、まあ、今回その今後想定する入力多項式の各係数というのが AI と BI ですね、これは一般に多倍調整数を考えることにしますので、その計算量の見積もりを行う場合にはその多倍調整数の加算の計算量も考慮する必要があります。例えばそうですね、同じ多項式の加算のアルゴリズムの計算量だったとしても、その各係数の大きさがですね、十進一桁だった場合と十進百桁の係数だった場合ですと、まあ想像しても十進百桁の係数の多項式の方がやっぱり全体の計算量はかかるだろうなということは想像できるんじゃないかと思います。ということで、まあ結局その多項式の計算加算の計算量を見積もるときには係数の加算の計算量も見積もる必要がある点に注意しておきます。でこの注意を踏まえて早速ですけど、一変数多項式の加算の計算量を見積もりますと、このような形になります。と、まあ、アルゴリズム自体は非常に単純ですから、その AX と BX の和を取るには、その AX と BX の各次数の係数を加えて、まあ、CX の係数にすればよいわけですね。で、そうすると、その、この多項式の係数同士の加算っていうのは、全部で K プラス1回発生しますから、この子はそのオーダーの K で見積もることができます。で、問題は、じゃあこの中身のですね、各係数の計算量がどうなっているかということなんですけれども、この各項の計算量っていうのは、その結局、その先ほど多倍調整数の計算量を評価したときには、多倍調数の長さに比例するということをやりました。と、まあ、ちょっと、そうですね。そうですね。整数の長さ、ワード長に比例するということをやりましたので、そうしますと、この、まあ、K プラス1回の加算の中でですね、一番時間がかかるところっていうのが、その、係数の計算量の見積もりになるわけです。ということで結果としてこの多項式の加算の計算量はこの各係数の AI や BI の長さの最大値で抑えられるということが分かります。でさらに全体としましてはですね、この計算量のこれは一つの項ですね、一つの K 次だったら K 次の項の係数の計算量になりますので、これを全部で大台の計回繰り返すということになりますので、全体ではその各項の係数の多倍調数の長さの和に比例するということになりますので、この計算量というのは、この i が0から k までのその ai と bi の長さの最大値の和ですね、このオーダーで評価することができます。でこれがまあ一般のその長さがいろいろ異なるであろうその係数を持つ多項式の和の計算量の見積もりなんですけれども、もう少し条件係数に関する条件を強くするともう少し計算量の見積もりが単純になります。例えば係数がすべて単精度ですね、すなわち1ワードの場合ですと、これは結論から言えばオーダーの K になります。なぜかというと、もし、この AI とか BJ の係数の長さが1ワードですと、この1個1個の項の加算の計算量は、オーダーの1ということに
になりますので、そうするとこれ項の項数が全部でオーダーの K 個ありますから、全部の計算量はオーダーの K になります。また係数がすべて長さ M ワードだった場合には、そのこの部分ですね、このシグマのワードの中の部分というのは全部まあ、M となりますので、これをまあ0から K まで K 項分加えたものとして、まあオーダーの MK という計算量になります。ここまでよろしいでしょうか。はい、ということで今回の授業のまとめです。で、今回はまず計算量の概念について説明しました。特に時間計算量をこれから扱っていくということについて説明をしました。その上でまず多倍調整数の加算の計算量について説明をしました。で、まあ、後半では一変数多項式の表現を紹介しまして、でその一変数多項式の加算のアルゴリズムと計算量について説明しました。で、特に注意点として、その一変数多項式の加算のアルゴリズムではその係数の計算量に注意する必要があるということについて説明をしました。で、次回第5回ですけれども、次回は一変数多項式の法難法について扱います。で、その中で特にその計算の具体例としまして、非不整数の二進十進変換、それから小数や分数の二進十進変換のやり方について議論します。で、非不整数の二進十進変換はテキストですと 2.2.3 項、それから小数分数の二進十進変換は 2.2.4 項の方にありますので、まあ、必要な人は予習をしてきてください。それでは以上で今日の講義は終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。